はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルジョナサンジョースター編極上ですね、こちらのフロア1を攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはご覧の通りです。ではアビリティ見ていきましょう。まずはリーダー時太郎ですね。ムーブブースト悔しいか壁コンをつけています。単体ですからね、これで終わりです。でさらばのシュロハイムを連れていきますね。では参ります。時太郎だけでなんとか来ていきます。とは言ってもいきなりゲージが足りませんね。ここはスマッシュで倒していきましょう。もうちょっと進めばよかったですね。はい、倒せました。続いて増援ですね。増援もスマッシュでもういっちゃいましょう。これで近づいてるか、近づけたかな、大丈夫ですね。はい、倒しました。続いて第2ラウンドです。第2ラウンドは即 CS です。ワンチェンがねちょっと倒しきれないので、こういった感じできちっと倒すかどうかを確認しておきます。さあ第3ラウンドですね。第3ラウンドは特に気にすることもないので、ここは気にすることはないので即 CS にスタップで大丈夫です。そして、増援ですね。増援ここですね、ちょっと気にしなければいけないのがカーズ様のねスキルゲージのたまりが2分の1になる。でもですね、接触攻撃がですね50倍受けてしまうので、カーズ様だけで倒してあげましょう。まあ、本当はね、走りでねなんとかできるんですけど、リングがある おかげでどうにもできないパターンもあるので、きっちりとね、CS で倒していきましょう。さあ最終増援ですね。最終増援ボスですね。ボスのを倒していきましょう。んなんか変な移動しましたね。はい、ボスも倒したのでこれでクリアですね。よかったです。はい、クリアすることができました。最後までご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、フロア2ですね、極上のフロア2を攻略していきたいと思います。ではラサバ隊